どうもプロボーラーのスターです。プロボーラーの大中すみれです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう名前がもう早速意味不明なんだけども、意味不明、もうだマックは江口のチーズ抜き派ってどういうこと。だからチーズいらないんだけど、チーズいらないんだけど卵食べたいから。なるほど、江口のチーズ抜きないじゃないですか、あの卵だけのやつ。いや、ないね、確かに、はい、あ、卵が食べたいのね。卵美味しいですね。卵美味しい卵美味しいけど、もうなんか朝かあのチキンバーガーしかないじゃないですか。確かに確かに。でも私はチーズいらないんですよ。チーズそうなの、なんでチーズいらないの。チーズはあの白っぽいチーズが好きなんですよ。あ、なるほど、あの黄色、はい、あの黄色はダメなんです。あ、そうなの。 NG、 そういうことね。なんでチーズバーガーも食べなくて。なるほど、もう全然俺とじゃあ、あ、全然違うやん、もう俺のも、はい、あかんやつやねんね。そうですね。なるほど、なぜチーズ入ってんだみたいな。そう、あげますよ、もちろん。じゃあすみれちゃんとチーズバーガープラス、なるほど、私のチーズあげます。なるほど、はい、俺贅沢できるってわけだね、はい、あのマック行ったらじゃあもう店員さんに言いましょうよ、はい、私は江口を頼みますから、はい、その中に入ってるチーズは笹田さんのダブルチーズ。面白い、ダブルダブルチーズバーガーになるね。いや、ダブルダブルじゃない、ダブルダブル、トリプルチーズ。あ、トリプル、なるほど、失礼いたします、はい、そこ分かってないとダメだね、はい、はい、ちょっとオープニング長くなりましたけども、はい、ということで今日はね、はい、そんなすみれちゃんと、はい、25フィート の、はい、あのフラットのレンコンにして対決しましょうということになりましたんで、はい、ちょっと早速投げてみたいなと思うんですけども、はい、まあ、練習ボールで2人ともやりましたけど、まだ2人ともストライク1回も出てません、はい、出てませんよね、はい、で、あの今もうまだ投げていいよって言ったんですけど、もういいよ私みたいな。もうあの無理な気がします。いや無理ですよ、はい、練習しても、もう本番ね、本番、ぶっつけ本番の方がぶっつけ本番でね、はい、もうそれぐらいの方が、対策しない方がね、はい、もう泥沼の戦いになるから面白い、はいはい、練習が終わらないんで終わらない、逆に、そう逆にね、はい、はい、ということでもう早速始めてまいりましょうか、はい、はいはい、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、2人でね、はい、まあプロボーラーはこんなもんなんだって思われないように、ね、とりあえず頑張りましょう。はい、はい、実力見せましょう、実力、プロボーラーの実力、はい、私はもう諦めてますので、プロお願いします。頑張りましょう、はい、投げる前から、パラダックスで、はい、行きましょう、はい、いや本当衝撃的やからね、25のフラットは、はい、楽しく投げます。私は話あれどこ撮ったっけ。まだねこのレンコンション、実は私も200行ったことないんですよね。さあどうでしょうか、頑張って。お、どうだ、お、ポケットいた。ちょっとね、ちょっとね、嫉妬しましたね。嫉妬しました、はい、もう嫉妬が如実に出るよね、この出ますね。本当、もうしかもね、出し切らないと。出し切らないと、ね、もう30がもう地獄なほど難しく見える。じゃあ本当、じゃあ行きますよ、はい、もうどうなるか分かんないけど、私も、あー、どうだ。似たような感じ。ダメだダメだダメ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 、もうちょっと右向きたかったけどダメだ。さあこのスペア難しい。おお、いいんじゃない。曲がらなかった。そう、曲がってほしい、そうそう、ショートあるある、曲がってほしい時に曲がんないっていう。あー、このスペア難しく感じる、ほんとよく曲がるからね、これね。どう、大丈夫でしょう。よっしゃ、OKOKOK。 ちなみに、ね、うん、勝った方は、うん、食べたい方をごちそうする。ああ、いいね。本当に、そうしようか。私あとピクルスも好きなんですよ。あ、逆に、嘘、ピクルスだけください、私。じゃあマックに行ったら、はい、あの私は江口を頼みますから、はい、中のチーズは笹田さんの方に移して、はいはい、私のダブルチーズバーガーに入っているピクルスは江口に入れてください、はいはい、欲しいです。もうややこしいから全部拒否。拒否られるそれ。よし、じゃあ、はい、行きましょう。さあどうだ。お、これは、どう、おお、これもポケットまで、意外とポケット行ったかなと思ったけど、戻ってこないですね。戻ってこないね。いやー難しいな、相変わらずこの25フィート、本当にもうどうしていいかわからん。はい、じゃあ行きましょう。
無理？これは取れないやつですね。いや無理。やっぱ25フィート。どうやったらいけんのこれ。あ、うまい、うまい。あ、惜しい。これ、これもうやばくない？これ大丈夫かな？私最後まで丸でいきます。いや、ある意味視聴者から拍手喝采されると思うけど、あーもう丸になりますね、これは。いや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 、やばいやばいのやばいのよ、ちょっと心がもう折れそう。笑けてきた。打たれて4回投げて3つ丸だからね、もう。さあどうでしょう。お、いいんじゃない、これいった。また割れそうだったね。ポケット持ってこうと思うとちょっとそうだね、きついね、はい、なんかでも今むしろ真ん中行ったらもう割れろと思ってたんじゃない。そんなことはない、思ってない、それはそんなことない。よっしゃ、じゃあちょっと、はい、合わせたいけど合わせられるかな。はい、行きましょう。あー、ダメだ。うわー、これは成功。まあいいけど、あー、やっぱちょっと、いや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 、ちょっとね、本当にちょっと、でもどうしようかな。はい、オッケー、オッケー、初、やったやったやった、やりました。やった。やっぱでもこう右に向こうっていうのがもうそもそもダメなのよね、多分ね。そうですね、分かってきた。もう裏で全部ストライク。それはそれ大問題やけど。ちょっとイメージ変えます。はい、じゃあ行きましょう。フラットですからって言ってませんでしたっけ。これは動画上げても大丈夫だろ。これは知らないよ、もうこれ。おっ、いけるな。あ、いいところは行ったんだけどな、割れちゃった。いいとこに行ったのあれ。大中プロと一緒に子供会のボーリングしてます、私たちは今。もうダメだ、心がもうちょっと折れてきましたよ。だって軸入れられないんだもん、もう。あーあー、惜しい。いやー厳しい、これは厳しい。いや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 、ちょっとやり方ダメなのかな、やっぱり。おー、あー、惜しい。惜しい、狙い通りいったと思ったんですけどね。あ、これはトリプルチーズバーガーゲットできるかもしれないな。でもロッピンサ、ロッピンサ、ロッピンサ、ロッピンサですよ、ロッピンサ、ロッピンサです。私トリプルチーズバーガー食べてみたい。もういいですよ、差し上げます。よっしゃ、はい、じゃあちょっと外に向かって、どう？おー、まだあかん、まだあかん、まだあかん。いや、これ縦回転で行こうとしてるのがもう無謀なのかな。いやー、どうしたらいいんだ。お、どうだ。いけ、あー、惜しい。もう、あかん、もうどうにもできない。スペアだけはちゃんと取っていこう。よし、じゃあ行きましょう。オッケー、よっしゃ、ナイス、オッケーオッケー。うーん、そうか、今ちょっとなんかヒントを得た気がする。おお、危ない危ない危ない、危ない、やばい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 。これ江口のピクルス入りをちょっとあげることになるから。欲しい、江口のめっちゃ食べてみたい、チーズ抜きピクルス入り。すごい楽しい、想像したらよだれが出てきた。ややこしすぎるけど。いや、どうしようどうしよう、本当どうしよう。右右向いて、あそこやな、 OK、 いくよ。これ割といいんじゃない。ほら、
た, 来たおしゃ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 見てなかった見てなかったうそあの糸を損してるね。完璧にポケットいきましたよね。今完璧にポケットでしたよ、はい。それまで子供会ボーリングでしたいいなさあどうだ。おおねえ一緒じゃんもう諦めよえ何を諦めるのそれ勝利を諦めるのかあの江口のチーズ抜きピクルス入りをあの違います一連に関しては、うん、裏で攻めても、うん、50これだけっていうのが分かったんで裏でちゃんと攻めてたんだ裏で攻めてたんですけど裏でちゃんと攻めてたなるほど、はい、よくわかりましたいやダメだってことがわかりました、はい、おおおおいいんじゃない、惜しいやばいあのいろいろ判明しましたすみれちゃんあの1番レーンで裏に行かせる精度が上がってきましたそして5番10番の精度も若干上がってきましたでももう裏で攻めるのはやめそんな精度いるのかどうか分からないけどいやいやいやちゃんとあるってことですねちょっとそうそうそうあとは脳みその問題 なかったらプロボーラーじゃないいや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 ちょっとこれさっき良かったからねまぐれじゃないっていうのを見せつけないといけないから次はちゃんと見てますからよいしょはい見といてよ、はい、どうあダメだやっぱ1の方がよく曲がんのかなそんなことないかなそうですね2の方がやっぱ2の方があんまり曲がらん感じがするなそんなことないんかなフラットやから一緒かいやでもなんか私はどっちだっけまあいいやいいのかいいいやいいのかいはい行きましょうはいガーわやがたでした おめでとう、ね、これスペアボール投げた方がテスト出るんじゃないですかテスト出そうだよねスペアボールの方がね確かにはいじゃあ行きましょうあーやばい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 あーしまったしまったあーこれやっちまったあよしあこれで投げようこれ泥沼だこれ泥沼もうこれはやばいさあどうどうあスペアボールでいったしょぼすぎスペアボールで投げても割れた割れたスペアボールでスペア取りに行ってもやっぱり穴開くんだね狙ったところ完璧でしたよね通ったね確かに絶対これ飛ぶと思ったのに あと2回投げても終わらないかもしれないあかかかかちょっともう本当本当なんだ何なんだろうこの感じよいしょ行きましょうほら行った行った行ったよし結構外から攻めてますそう外からこうちょっと縦にねとにかく縦じゃないともう無理じゃあ私も外から攻めますはい外から行きましょう外から行かんなやっぱじゃ中はやっぱちょっとないなあ厳しいこの辺りからじゃあ行きますはいおいいじゃんいいじゃんいいじゃんおっやったやったやんできました出た初ストライク初ストライク来ましたいやー今のはキレかったなやばいなでもあのライン取りをちょっと掴んだってことはでもどこ投げてたか忘れちゃった一投で忘れるよっしゃ OK 行くよ、はい、よしなんとかなんとかここでスミネちゃんとの差をつけたいどうぞ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 つけれるもんならつけてみなみたいなじゃあいくよもう諦めてますからちょっとあちょっとわらわさんといてよ
もう諦めてますから。諦めてますから。いやいやいや、まずいまずい。まずいよ。あー、打ちミスした。あピクルス入りのもうドロドロの戦いだ。ハンバーガーがちらついてしまった。いや、これスペアも難しく感じる。本当真ん中のスペアすら難しく感じる。大丈夫。あ、わー、さすがです。ポケットいった、ポケットいった、ポケットいったね。よし、いいよ。お、どうなんだどうなんだどうなんだ。これも放送できないんじゃない。するけどね、するけどね、するけど、これはちょっとひどい点数やな。小学生の方が上達上手なんじゃないこれ。ハウスボールで投げますかね。ハウスボールの方が、ハウスボールの方がいいかもしれない。よっしゃ、行きましょう。お、2番レーンは、よっしゃ、いけ。あ、惜しい。お、2番レーンなんか掴んできた、掴んできたよ。お、すごい。おお、やるじゃん。やるやる、すごいじゃんか。ちょっと掴んできた、すみれちゃんも。どうなんだろう。おっしゃ、OK。はい、ナイス。よっしゃよっしゃ。OK OK。来た来た。お、スペアはミスれん。お、どうなんだどうなんだ。お、お、でもなんかしっかり投げすぎちゃった。でもコツ掴んできたんじゃない？こっちは分かったんですけど、こっちが分かんない。ああ、やっぱ違いあるんよね、ちょっとね。そうなんかな、どうなんやろうか。ちょっと投げミスでもしちゃったから。違いはでも多少感じるよね。よっしゃ、行きましょう。よっ、おお、だいぶ。こっちのが出した時に切れません？それもないです。わかんない。じゃあいいです。どうなんだろう、はい、じゃあ俺こっちのが甘く感じんのよ。本当ですか、うん、打ちミスしたからかもしれない。じゃあ、あ、そうだよね、はい、確かに確かに。さあスペア、最後しっかり。お、よっしゃー、オッケー、100点超えた、はい、やった、はい、ということで1ゲーム投げ終わりましたけども、はい、156対125ということで、はい、まあ、あの子供会のボーリングの下手だったという。あ、でもあの、はい、ちょっとねボールをチェンジしたら、はいはい、あ、ボールチェンジしたしたらいいかもしれない。あ、また、なるほどね、はい、ちょっとじゃあ2ゲーム目やろうか。いや、いいです。今日はないんで大丈夫です。拒否られてしまった。はい、はい、まあ、あの、ということで外寄ったらちょっとラインがありますね。まあまあ確かにね、はい、あの、やっぱ中からはこんだけショートやとないなっていう感じだよね、はいはい、はい、ということで、あの、私の、ダブルチーズバーガーの、トリプルバージョンがこれで食べられるということで。たださすがプーが食べれるってことは私も、あの、来るんで。来る。結局2人とも食べる。いい思いをするっていうね、はい、なるほど、はい、そしてピクルスはそっち側に移ってるっていう。そうです、そうです。結局どっちが勝ってもあの自分の美味しいやつが食べれるということで。それを店員さん、はい、めでたしめでたし、店員さんはそれを快く受け取ってくれるのかちょっとよく分かんないけどね。どうなんでしょうね、どうなんでしょうね、はい、あの、それをまたあの撮影してたらだいぶ迷惑やろうね。炎上してしまうかもしれない。ちょっとでも興味はあるね、はい、興味ありますね。興味あるから、はい、あの、こっちに移動して、まあ、こっちをこれに移動して、あの、そういうことが対応してもらえるのかどうか、もしもあのマックの店員の方が見てらっしゃいましたらコメント欄に書いてください、はい、よろしくお願いします、はいはい、でね、あの、それで思い出した、あの、前回のドッキリ企画やったんですけど、はいはい、あのコメント欄にね、すみれちゃんをいじめるなんて書かれてササラフル怒られちゃいましたね。怒られちゃったのよ、はい、ごめんね、すみれちゃん、ちょっと、全然大丈夫ですよ。はい、それを見てたコミン、あの、すみれちゃんはそれをコメントに大爆笑してたけど。
はい、あ、皆さん面白いコメントありがとうございます。ドッキリで、はい、あのいじめられるのは全然、まあ、いじめられたってわけじゃないんですけ ど、ね、面白い企画だからね、はいはい、いいんですけど、はい、スコアで負けた時は、うん、なんか腹立ってくる投げつけたもんねそうだね、はい、まあ、そういう時は書いてもらって全然大丈夫。なるほどなるほど、はい、なるほど、はい、わ、はいはい、かりました。心優しいすべちゃん、どうもありがとうございます私を守っていただきましたはい、まあ、というところで今日はこんなところで終わりたいなと思います。はい、はい、まあ、今回もね、内容良ければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします、はい、そしてすみれちゃん のスプリット祭りのこのゲームにも、はい、高評価よろしくお願いします。お願いします。スーチャンネルもよろしくね。スーチャンネル上げないと上げないとバイバイ、ありがとう。そのうちアップします。ありがとうございます